どうも、テラクです。今日もミンゴルやっていきましょう。今日は日曜日ですね。で、 M1 が始まる前にちょっとやって、で、M1 見ようかなって思ってます。というわけで、ガチャからいけるんだっけ。ガチャあるんだよね、プレゼントガチャ。忘れずやっていこう。外れと。うん、飛ばします。はい、あとはいっかとか言いながら、一個やれるやつありました。アバターガチャやりましょう。アバターガチャ、外れか。はい、では、先にツアーでゴルフやりましょう。クローゼットで、ツアーでゴルフ用のコーデにして、そうですね、久々にちょっと、まあ初音ミクやめますか。髪型一回スタンダードなやつに戻しましょう。はい、これ一個も手に入ってないんだ。プラチナレアとか結構被ってんだけど、自分が使ってるやつって一個も手に入ってない。なんだろうね、不思議だね。それでは、ツアーでゴルフ。では最初の対戦相手の方。レッツゴー。PPKMSK サポート。バースリー。対戦したことあるかな。のドバー。さあ始めましょう。ドバーっすね。あら、お、あと打ち。あー、勝っていきたいっすね。あと打ちであるのなら下。おー、面白。 100% 決める自信があるんだろうな。2打目、さらに弱め。はあ、ナイス押しとこう。なんか戦略あるんでしょうね。さあ行きましょう。48ヤードバンカー、すごくね。あれわざとだったらほんとすごいよな。つけるのが正しいと思うか。いやー、やっぱ2打目かな。相手は多分2打目決めてくると思うんで、マジかー。入ってないんだよな。そしたら拡大は使わない。17秒、マジ。そしたら祝砲でいいか。10、とりあえずリタイアだけはダメ。相手が 48m 先、一応近いところ、相手よりも近い場所。マーチョン。つけるかどうかだな。
自分には風神があるんで、直決めだったら風神使う。うん。あるよね、多分。ナイス。ちょっと弱めですね。あ、外した。6m、 1.35 か。そしたらこれでいいか。で、これをして、おいっと、入ってないね。強め。うん。100%、勝ちだな。100%勝ち。まあ、うん、後打ちだからこそできる対応ってやつですね。はい。誰にしようかな。ドバイツアーだった。そういえば今のプロツアーはドバイツアーだった、うん、では、2回戦の相手、レッツゴー。音量 OK。 フィン改めしおりさんということで、2488。サバワイ、どっちだろう。さあ行きましょう。おー、祝砲で、入らなかったら外。入らなかった、入らなかったでいい。まあこの感じだとこっちだな。24、この辺でいい。16、15秒、もう打つしかない。うん、うん、いいですね。もうちょっとフェアウェイの部分見たかったんですけど、しょうがない。相手は近くにつけるのかな。うん。ナイスショット。武士道か田舎だな。霊峰か。武士道で決めといて相手のショットを待つか。400か。まあ武士道行きますか。それで負けるなら次は対策でいいと思う。うん。武士道で負けたら次は対策。セコチ対決。うん、セコチ対決。二打目対決だな、これは。かっきー。これはかっこいいでしょ。
決めていきましょう。面白いね。ラグってるラグってる。うわーよかった。かっこよ。まあ決めたけどって感じですね。これは結局8684超えられるかどうか。チャンショ、チョウちゃんで負けるかどうかだな。残り15ヤード。ナイスショット。8684だっけ。そんな。検証ならずですね。相手なんか調子悪そうでしたね。誰にしようかな、はい。では次の試合やっていきましょう。レッツゴー。対戦相手の方。2334。パーフォー。弱ポで、旗の位置だけ見ましょう。さあ行きましょう。おー、ああなるほど。雨なんだよな。でも雨降ってるからもう全力ウッパしよっかな。風神もあるし。ナイスショット。この辺に落としますか。どう？オッケー。いいですね。始めます。相手がこれよりも遠くに、まああるだろうな。あ、339なら大丈夫。ナイスショットです。2打目ですね、相手は。相手の方が先打ちと。何？ラフ落ち。こっからか。どうす、つける感じなんだろうな。600と500あんまり変わらない。ちょうちゃん漬け。ナイスショットです。いける。え、 1.4。 何？4.4メーター。 4.4。 ちょっと待ってよ。そしたらこうしとくか。多分いらないよね。これはいらない。ここでいいかな。ここでいいか。もうちょい。この辺でいいと思う。ナイスショット。よし、いけ。バディチャンスです。これで勝ちでしょう。どう？バーディーチャンス。
いいね。今日も頑張りましょう。誰にしようかな。3000以内に入ったと。うん。では第4戦やっていきましょう。レッツゴー。高さ2586。あん。ノーザン。なるほど。さあ、行きましょう。風ピンの位置。うん、うんうん、分かった。ここでいいかな。え、ナイスショット。多分大丈夫だと思う。これより超えることはないと思いたいが、相手は何、どうやって打ってくるか。超えてくるか。チョーパー。ちょっとね、あれなんですよね。雪対策してるんだよね。だから超えられそうな気はする。な、帽子が雪対策っぽいんだよな。どうだ。いいですね。さ、まあ超えてきたら素直に武士道かな。もう打つとしたら。おー、よかった。よし、じゃあ相手のショットを見ましょう。とりあえずドラコンは勝てました。何？セコチかな？狙うか。入ってないのか。風があるからか。近くに寄せるイメージ。近く寄せか。で、低反発。なるほど。点数つくのかな。そしたら弱め。83。点数はつかない。点数つかないのか。いや、そしたらやるわ。ここ？あ、やば、やばい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 、やばい、時間がやばい。ここか。さあどうなるかな。イーグルチャンスだ。いやー、勝ったかな。どうだろう。おー、わー、いやー、負けたね。しゃあなし。よっと、イーグルチャンスだ。ドライバーだったんだね。
見誤った。まあ勝てる試合だったよな。いや、なんで負けたかというと、それドライバーで打ったんですよ。うん、でこの辺があれですね、スプーンを扇クラブにしてる悪い部分が出た。1.2m か、あの位置で打つと 1.2m 出るのか。レッツゴー。ちょっと学習した、E ラップさん2501。ノーザン、あっちか。最初打ちたくないかな。最初打ちたくないなと。371。まあギリ届いてないのか。あー届いてない。そしたらうわ弱い。始めます。テンパってんな。うん、そうですね、届かなかったんですよね。371。相手は届くかな。376。届くね。横いらないでしょう。ナイスショットです。置く感じならあれだね、武士道で決めれば勝ちか。早いな、いろいろ。まさかの入ってない。うっそ、なんだよそれは。うわ入ってない。うわどう。バーディーチャンス。そんな。リタイアします。第5戦やっていきましょう。第6戦か。
スコア。翔さん、2628と。パー5。さあ、行きましょう。ドバイ来るよね。なんか分かってたわ。はい。追い風か。そこ？ん？ナイスショット！そこ。数値。かなり手前。そしたら、まあ後打ちの特権ですね。ここでいいかな。ナイスショット。どう？オッケー。弱。ちょっとやばいな今日。いいですね。二打目、後か、後打ちか。三、四、五。届くか、届くのか。外に出そう。うわ、外に出ないか。終わった。いや、ワンチャンも狙えねえでしょう、これは。同じにダメか。一回外に出すか。まあ、ワンチャン、わずかなチャンスをかけよう。チャンシュいらんでしょう。拡大で打てや、拡大で、うん、まあ決まったらナイスをします。これは、ちょっとミスショットが多くなっている。まあ簡単に液晶がベタついてる関係なんですけど、あと1回勝ったら終わりにしようかなと。3勝3敗。
第7戦。うん。みもまもみーもさん2178。パー5、初対戦ですね。さあ行きましょう。おドバー、さっきと同じところ。ここどう？オッケー、いいですね。さあ始めましょう。結構厳しくないか。自分よりも前かな。そしたらまあ、ピン直接狙わずにどうにかしようっていう感じになるか。まあ自分が先に打つってなったらそうしますか。なんかちょっともうこれは勝っても負けてもこの試合で終わりにしましょう。終わりにします。やばくないか。あら、横打ちか。それが2打目。そしたらまあやることはあるよな。この状態でも負ける可能性あるからな。それだけ。狙えるのか。手前にしようかな。そしたら風あるよね。風あるけど下？この状態でも負ける可能性あるからな。3.6。あら。で、相手がこのショットを決めることができなければまあ大体勝ちでしょう。直接狙うしかない。いや、直接狙うしかないんだけど、まあでもあれだね、練習だね。
外から狙う練習っていうのもあるかもしれない。ウサギ、カメ、ドクロ。狙うんじゃないでしょうか。いや、やめとこう。ナイスオン。あら。じゃあ打っていきましょう。よし。わあ、イーグル。よっと。やったー。はーい、お呼びですか。勝ちました。まあ終わるって言ったんで終わりましょう。シルバーから開けていきましょう。はい、ゴールド。で、プラチナ2つですね。で、最後。今日も頑張ります。全部外れか。どうだ。ダメだね。はい。今のところは、まあ、こんな感じと。まあ、今回もプラチナリーグ落ちないように、まあやっていこうかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。